毎朝漫然としない夢から目覚めた時、自分が湯船の中で一匹の普通サイズのカピバラに変わってしまっていることに気づきました。気づきは大切です。ほんの少しの気づきが人生を豊かで穏やかでまろやか、地に溢れるとろけるような味わいに変えてしまう。変身変身変身、そんな変身確かにしたいと思っていました。ゆったりゆっくり、ぷかぷか、ほわほわ、浮力に任せて横たわっているというよりも余裕前になっていると、実際問題サイズの関係からバスタブの底に、はい、足がつかない。私と同じようにゆったりゆっくり、ぷかぷか、ほわほわ、浮いている丸い物体がいくつか見えました。ゆずでした。ゆず湯でした。ゆず湯とは柑橘類のゆずと砂糖を煮てかぐわしい風味を楽しむ飲み物です。間違えました。言いたかったことは違います。ゆず湯とは柑橘類のゆずを浮かべたお風呂のことです。ゆず湯に入れば風邪をひかない。だから今の季節はきっと冬に違いありません。漫然としない夢から目覚めたばかりにしては完璧な推理だったと思います。名探偵、名探偵、真実は常になんとやら、あれれおかしいぞ。ゆず湯はノルアドレナリン分泌による血管拡張効果により、お風呂上がりの体をほんのりほわほわ、ふかふか、ふさふさに温め、同時に掃除すると無病息災、融通が効く。ゆずだけに融通が、融通が、間違いました。言いたかったことは違います。本当にあったかいんです。ほわほわ、ふかふか、ふさふさなんです。私はどうしたのでしょう。夢ではないようです。夢ではないようです。はい、大事なことなので理解いました。バスルームの壁には金縁の綺麗な鏡がかかっていました。映っているのは一匹の普通サイズのカピバラで、つまり私、毛皮の頭と毛皮の首周りで、肩から足の先まで毛皮、体はすっかり毛皮で覆われていました。つまり毛皮、もう少し眠り続けてカピバラらしいことはみんな忘れてしまったらどうでしょうと考えたのですが、全然そうはいかなかったんです。姉と妹がノックしながらドアを開けたからです。セクハラセクハラセクハラ、やめて。そんな目で見ないで。カピバラに変わってしまったことをどう説明しようか悩む暇もなく、カピバラと妹が言いました。違います、カピバラですと姉が訂正しました。違います、カピバラでもカビカラでもなく、はい、カピバラなんです。過去一カビ、同じような悲劇が繰り返されてきたことでしょうか。濁音の悲劇、ゆったりゆっくり、ふかふか、ほわほわ、浮いている丸っこい生物である私は、浮いている丸っこい柚子の実をかじりながら半然と抗議することに決めました。ひりやりひりやりひりやり、ベッドは掛けです。ベッドは寝床、バッグは後ろ、バッグはカバン、ケージは折りかご、ケージは企画、シミュレーションとかシミュレーション、ドイツ語だったらケーラルギー、ハイアラキなら英語です。ベテルギウスはベテルギウス、ビートルジュースは英語です。ベタイゴイテはドイツ語です。ヘッペルス、ヘッペルス、ラウル・ジョーゼフ・ヘッペルス、カッコ1897年生まれ、1945年死亡は国家社会主義ドイツ労働者党の国民啓蒙宣伝大臣です。プロパガンダの天才と呼称され、ナチス独裁体制の発展継続に多大な貢献を果たしましたが、第二次世界大戦はドイツ敗戦へと大きく傾き、彼の運命もまたで間違いました。言いたかったことは違います。カピバラではなくカピバラです。姉妹たちには人気です。はい、ゆっくり立った、ゆっくり立った、ふかふかほわほわなんです。だからだからだから、水の実美味しゅうございました。